は旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。まずはこちらの草花が生い茂った森、どこにあるかご存知ですか？実はなんと目黒駅または白金台駅からも徒歩5分港区にあるんです。都心も都心、この緑豊かな自然がある場所、それは国立科学博物館附属自然教育園。春の花が見ごろを迎えました。港区にこんな緑豊かな場所があるなんて、実はご存じない方も多い穴場。6万坪の広大な園内を一周すれば、それはまるでハイキング、そしてちょっぴり私の大好きな登山気分。とは言っても平坦な道なのでご安心くださいね。入園料320円を払って中に入ります。入るとすぐにベンチとテーブルがお出迎え、歩く前の軽い食事をいつも通り済ませてしまいそうになりながらもちょっとだけ我慢。梅もの花が咲いていました。冬に来た時はまだ何も咲いていなかったんですよ。菊樹草の花もこの通り、ウグイスカズラの小さな花も、小さな花がとっても可愛い。そしてヤブツバキも満開になっていました。実は冬も撮影したのですけれども、お花がまだそれほど咲いていなかったんです。でもその時を見ているからこそ、こうして春の息吹を感じられる。このビデオを今ご覧になった皆様にとっては、一番いい時期に訪れることができるきっかけになったら嬉しく思います。先日のビデオでわからなかった植物の名前、ヤツデでしたね。植物園なので名札があちこちにあり、ウォーキングだけではなく名前もバッチリ学べます。赤い実がぶら下がっているこちらマンリョウ、そしてセンリョウは実が真ん中に集中し上を向いているもの。センリョウとマンリョウの違いはここで私は学ぶことができました。園内は貴重な史跡なども残されています。センリョウは赤だけではなくオレンジ色の実もありました。こちらは青木、名が示すように枝は数年間は緑色を保ち続けるそうです。赤いツヤっとした実も綺麗ですね。さてどっちの道に行こうかな。とにかく広い、それがお分かりいただけますでしょうか。ここで大きな木を発見、スダジイの巨木。最初愛称でスダジイさんなのかなと思いましたが、ウナ科の常緑広葉樹のこと。大きく成長するのが特徴の木だそうです。縦型でも撮影しますね。この高さ、とても立派な木でした。広々としていますが、ベンチはあちこちにあるので安心ですよ。勉強になる看板もいっぱいあります。童心に帰って学び直し、ここでまた分かれ道。左へ行けば水鳥の沼、右へ行けば武蔵野植物園。花の季節なのでひょうたん池、水生植物園を経て武蔵野植物園へ抜けるコースを選びました。決して大回りするのをサボったわけではありませんよ。この道は真ん中をショートカットできるので、植物園へは近道です。途中に立派な黒松もありました。樹齢はきっと長生きですね。ヤブツバキの花もとっても綺麗。さていっぱい歩いて里山に、いえひょうたん池にやってまいりました。信じられますか、ここは本当に港区なんですよ。こちらがひょうたん池、まるで本当に私の大好きな登山
山の中の自然を見ているみたい。実際は平坦な道なんですけどね。休憩所もあるので無理なく一周することができます。時間が取れない方も気分転換にいかがですか？自然と触れ合うのは本当に気持ちがいいですよ。ひょうたん池の隣の水生植物園へ。道端も青い草が生え始めていました。日が照っていてポカポカあったかいです。橋を渡ればちょっとしたアドベンチャー気分。池もとっても大きいんですよ。暖かい陽気に釣られてか水鳥を発見。お食事の時間のようです。どうやら豊富にご飯があるみたい。伺った日は天気がとっても良くて人もいっぱいいらしてました。皆さんとっても気持ちよさそうでしたよ。ご覧ください、この青空。とっても気持ちよかったです。冬に来た時は姫釜の群生落が目立っていましたが、今はノイバラが青々とした葉をつけていました。小魚が泳いでないかなと思ってみましたが、残念ながら発見できず。水鳥は本当に目がいいですね。植物園だけではなく池や橋もあって、全然飽きずにウォーキングも楽しめます。これならダイエットのための長時間のウォーキングも耐えられそうかな。階段だって頑張って登ります。これは野いちごの花かな。可愛らしいですね。広いので迷わないように看板を確かめます。次は右手奥、武蔵野植物園へ。途中、大きな広場や休憩所もありました。今日のお弁当はどこで食べようかな。冷水機もありました。お弁当の前にもうちょっとだけ頑張ろうっと。武蔵野植物園に到着しました。早速紫の花がお出迎え。どんなお花が咲いているかな、楽しみです。早速花ミョウガを発見。ショウガ科の多年草でミョウガとは違いますが食べられます。これはもしかしてカタクリの花。ウグイスカグラはウグイスが鳴く頃に咲くことからこの名前になったとか諸説はあります。白文字、同じクスノキ科の黒文字は高級な爪楊枝として使われますが、白文字はどうなのかな。そういえば青文字というものもあるようですね。もみじいちごは葉っぱがもみじに似ていることからこの名前なんですって。バラ科キイチゴ属で果実は食用になるそうですよ。食べてみたい。そして木蓮科の拳、綺麗な白い花が見ごろを迎えていました。花の蜜を目当てに鳥さんも来てたみたい。拳の花が咲くと農作業を開始したことから別名芋梅花とも呼ばれているそうです。そして入り口にあったこの紫の花、タチスボスミレというんですね。名前が分かってすっきりしました。こちらは以前2月にツイッターでもアップいたしました雪割一芸。今日も元気に花を咲かせていました。そしていよいよカタクリの花が咲き始めました。以前は地下の茎から片栗粉が作られたそうですが、今の片栗粉は多くがジャガイモから作られるそうです。とっても綺麗な花なので近寄ってみますね。いかがでしょうか。
春蘭も緑色なので茎かなと思って近づくと、このようにつぼみが膨らんでいました。春蘭はまさに春の蘭と書きます。春に咲く蘭ですね。雪割一毛の群生楽も発見。へえ、太陽の光によって咲くんですね。雨の日は花が閉じてるんですって。いい日に来たな。ソメイヨシノの木ももう少ししたら咲くのかな。楽しみです。皆様、この辺りで引き返す方が多いのですが、ダイエット中の私は頑張って森の小道へ向かいます。ここをぐるりと回って水生植物園へ戻る道を選択。これが穴場。すがすがしくて自然たっぷりでおすすめのルートです。まるで私の大好きな高尾山を歩いてるみたい。本当に山の中にいるような錯覚に陥るぐらい自然が豊かなんですよ。あ、拳の花かな。水の気配を感じ降りていくと、湿地には小川が流れていました。春の小川はですね、お耳汚しを失礼いたしました。綺麗な自然でお口直しを。森の小道はまだまだ続きます。とっても歩きがいがありますよ。そして小道を抜けると、先ほどの水生植物園に戻ってまいりました。池のほとりには、池や植物を眺められるベストポジションに、休憩できる日当たりのいいベンチがいっぱい。先ほどの水鳥がこんなに近くまで寄ってきてくれました。多分ここにご飯がいたんですね。狙いを定めて、お、しっかりと食べてます。すごい。そうそう、ここのお手洗いは森の中とは思えないほど綺麗です。一見と価値あり。頑張っていっぱい歩いたので、ポカポカと暖かいこの場所でお弁当をいただくことにします。じゃーん、今回のピクニック曲げわっぱ弁当です。見晴らしもバッチリ。わー、水鳥が飛んできてくれました。貴重な瞬間が見られてラッキー。大好きな食後のコーヒーをいただきます。おやつのマフィンを忘れたのだけが心残り。来た時よりも綺麗にしてごちそうさまでした。桜のつぼみがとっても大きく膨らんでいましたよ。桜の時期にまたお弁当を持ってきたいな。これからいらっしゃる方、ぜひ参考になさってみてくださいね。水鳥の沼方面はまた次回に。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬な穴場スポット、お得情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。家に帰ってしっかり手作りマフィンをおやつにいただきました。せっかくウォーキングしてもダイエットには遠いかな。次回の動画もお楽しみに。